ありがとう。皆さん、明日お休みですね。土曜日だからお休みじゃない方もいるかな。どうですか？みんな明日はお休みですか？まだ夏休み。うわ、いいなってことはまだ夏だね。違うかな。休みです。休日出勤。休みでーす。いいね。台風で休みなのかも。確かに。こんばんは、ありがとう。明日休みだったら夜遅くまで起きてられるけど、休みじゃなかったらさ、夜遅くまで起きるのつらいよね。再販買ったのでよろしく。ありがとうございます。楽しみにしてます。仕事します。私もなんかやること多いです、最近は。うちは作っていくの。ありがとう。この前も言ってくれてたね。水曜日まで連休、あ、5連休なんですね、韓国では。いいな。日本でいうシルバーウィークですよね。元気ですか？元気です。仕事頑張って。台風来る。え、何？台風来んの？台風。お前。新潟には直撃はしないけど、まあ天気はあんまりよろしくなさそうな感じがしますね。もうさ、なんか季節の変わり目というか、変な感じじゃない、季節の変わり目というか、なんか春秋っていうか、なんか夏の終わりと始まりに台風ってあるじゃないですか。うん、だから季節が変わるんだな、変わったんだなっていうのを実感するね。この前ね、めっちゃ、太陽今日めっちゃ出てるやん、絶対暑いわーと思って窓開けたらめっちゃ涼しくて、なんかショックだった。涼しいってなりました。暑くないってなっちゃった。ショッキング。なんかさ、足裏のパックやったけど全然全く角質取れてる感じしなくて、ベローンって剥がれる気配も全くないんですよね。大丈夫かな。もう1週間経っちゃうよね。まだか。でも5日から7日って書いてあって、私が安心したのはもう1週間ぐらい経ちそうな感じじゃないですか。明日で1週間か。あ、明後日か。もうダメだ。そろそろ始まってもいい頃なのに全然ですね。ハートありがとう。ハートありがとうございます。口取れるんですかね。取れるやつやったはずなんですけど、まだ取れてる感じはしない。あ、でも足臭くないかも。わかんない。そんな
感じたことないな。まあ大体感じないけど、そんな常に今日は祝祭だみたいなのはないですけど、だってね、臭くないんだもん。やってみたいの。お、やってみてください、ぜひ。この間フランボワーズさん行ったら社長さんの FB の花応援してくださってます。いつまで貼っておくの？何を？角質の？角質のはね、角質のパックなんですよね。みたいなのにつけてた、1時間ぐらいつけてみたいな、ネイルボロボロになってって感じだったんですけど、でも足裏はなんか綺麗に踊ったけど、なんかベロンって剥がれる感じは全くしてない。でもその後長風呂めっちゃしてるから、だからかな。もう1週間経つよね、そろそろ。日曜日にやったので、明日朝で、まあ今日が5日目だから、まあ今日明日ぐらいでなんかなのかなね。楽しみです。お店にないの写真あった。そうなんですよ。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。最近は皆さんはバタ、どんな一日を過ごして重ねていってますか？私は割とね、毎日バタバタしてて、で、まあ、昨日はめちゃくちゃ休む日って決めてたんですけど、でも割と動いてました。やりたいことっていっぱいあるよね、本当に。人類において、人生において、人生において、すごいさ、最近は食べ物をすごく食べたいと思うから、部屋も汚いし、ちょっと心の状態が良くないんだなって自分で感じます。病んでるとかじゃなくて、いっぱい休みの日何もせず終わるのどうにかしたいです。携帯触ってたら休みって一瞬だよね。お仕事しながら合間にコンサートのこと考えてる。10月だからね、まだ1ヶ月以上あるよ。休みの日はもっぱら断捨離します。断捨離ね、私はもう断捨離するものもないかな。寂しいですね。なんか当たったら初新潟で有観客なんですか？それも発表されてますか？どっちなんだろうね、このある時に。ネガムンジャチョワハミャンワット
てファンシー、まだわかんないね、ね、まだわかんないですよね。You うちがないけどカレーファンシー、うん、めいめいデレデデデデデんうんうんうん、ときメッセでも観客はないんじゃないね、まだわかんないですね。でも本当に今度の山ここ当たったらよく1年ぶり、久々やん。早くワックスが、あ、ワックスよね、ワクチンが打ち終わって元に戻るといいですね。アメリカとかは割ともうマスクなし生活でもって感じなんですよね。うちは買ったしコンサート行きたい。ノイピーのうちはですか、それは。ノイピーのうちはですか、それは。長もジョアハニャン、ジョアハニャンあってファンシーユー、コンサート楽しみですね、本当に。みんなも楽しみですか？会場でも販売してます。ノイピーので、やったー、嬉しい。この配信見てる方の中でノイピーのうちは買った人10人ぐらいはいるかな？ 10 人ぐらいいてくれますか？物販あるのかな、わかんない、知らない、本当にわかんない。買った、嬉しい、それ買った、嬉しい、ありがとう。みんな見つけるね、ノイピーの顔。You can kick your cat から You can、 有観客だったらみんなのことを見つけます、ノイの顔。当然、お、みんなすごい、ありがとうございます。1,2,3,4,5,6,6,7、嬉しい。顔のうちはどうなるか、どっちが見やすいか、どっちも見やすいよ。うちはもう嬉しいし、こういうなんか紙のこういう持つやつも嬉しいし、何でも嬉しいです、本当に。ありがとう、みんな。ぜひぜひ、ノイピーに見してね。有観客であったらならば、有観客であったならば、ぜひ見してくださいね。ノイピーに、ノイピーのうちわを。実際のエピーのうちは3枚だ。お、見る用、飾る用、コンサートで使う用ね。グッズはマジでみんなに手にしてほしい。ぜひ。ファンシーユー。うちはなくても鉢巻きある。山かこグッズそろそろお待ちし、お、山かこグッズね、おもろいよ、言っとくけど言っとくけどガチでおもろいです、山かこグッズに関しては。ちょっとね、また新しくなったんですよ、ニューバージョンっていうか、なんかもうちょっと綺麗にしたって感じなんですけど、そう、楽しみにしててほしい、マジで。全部かわいいよ。見る用と飾り用違うの？違うでしょ。飾るのは飾るの。
見るよ、こうやってムーピーの髪を、ここのここ髪跳ねてるやんけってやるでしょ。違う。てかさみんなに聞いてもマジで絶対知らんだろうけどさ、壁紙いつ変わんの。壁紙あれいつ変わんの。撮ってないけどマジで大丈夫そう。普通2月ぐらいに撮影して4月ぐらいに新しくなるんですけど、壁紙いつ変わんのあれね。まあいいけどさ、いつなんだろうねあれね。今パッて思い出しただけ。本当にロン毛の指、確かに。でももう髪の長さ追いついてきたよ。いやまだまだだけど、あのエクステの時ね、よく今考えるとよくさエクステで撮ろうと思ったなって。まあでももうエクステ可愛いよなあれ。なんかギャルだよねあれ。髪色が明るくてさ、ギャルギャルマンジーって感じじゃん。わかる。ギャルギャルマンジーみたいな感じですよね。定期的に変えるんですか。変えるよ。1年に1回ぐらい変えてました昔は毎年。今年の山ここ当たったら1年ぶりに上がってきます。さっき見てた、ありがとう。ラーメン部は服のボタン外して言うてたね。ね、え？何？どういうこと？どういうこと？どういうこと？こんばんは、こんばんは。今のあーしゃキティちゃんの先輩です。あーわかる。あのドンキに履いてくようなスリッパってことでしょ。夜のコンビニとかに健康サンダルみたいな。こんばんは、こんばんは。ありがとう。スイーツ部は服のボタンちゃんと閉めてて清掃らしい。あ、そうなんだ。プージャーキティさん、ダサい。今の時代はアディジャーじゃない。アディジャーマイメロさん。コンサートの前後近隣のなんとか高くなっていてびっくりした。なんだろう近隣の何ですか。髪がもう伸びてきちゃった。なかまんじゃちょはハミョンオクテファンシーユー宿泊施設。あーすごいね NGT って。でももうさ新潟県民の方もめちゃくちゃ多いと思うんですが、県外の方ってどこら辺泊まるんだろう。メッセだった。ときメッセ、あと駅からちょっと歩くし。どこら辺に泊まるんですか、大体。駅前まで
歩くのかな。でも止まんなくてもあれだよ、新幹線間に合うよ多分。でも有観客かどうかもちょっとまだわかんないけどね。駅南とか、遠いね。有観客なのかどうかもわかんないです。駅周辺が、まあでもそうだよね。新潟の確かにコンサートの後って余韻にさ、もうひたひただよね。私たちでもあーこの曲楽しかったなとか、あーこの時サイリウム綺麗だったなとか、あの時なんか気づいたなみたいな。シルバーかアパアパ、無観客になったらショックだね。どっちかまだ決まってないから、なんとも本当に分かんないからね。分かんないけど楽しみ。有観客だとしてもさ、無観客になったとしてもコールはどっちもできないんじゃないですか。寂しい。やっぱコールとかさ大事だよね。おばあちゃんもさ NGT48 とかさ、もう一人ソロじゃん、あれソロ曲じゃん。全てが初めて好きで生きた生き方とか。声は出しちゃダメだよねきっと、多分だけど。ミックスとかないとね寂しいですよね。ちょっと寂しい感じするよね。アンコールとかもさ言えないからどうなるんだろう。アンコールなしかな。レガモンのチョワーブオッテーファンシーユーウーチガムのエゲロカレー。セルフアンコールでお願いします。アンカールってメンバーが行くバルーン叩いたらこれ、あーボンボンボン。練り歩きあるのか。いやないでしょ、知らんけど。コールも出せない、コールもできないみたいな状態でさ練り歩かんと思うな私的に。私だったら、私があの構成とか考える側だったら、まあ、ワンチャントロッコじゃないかな。でもまあトロッコ乗るメンバーって結構限られてるから、ね、全員とかは無理だろうけど。推し席にも来たい。それはないと思いますね。推し席はないと思いますね。多分だけど。多分だけどないと思います。推し席に関しては。多分。ない。あるかな。じゃあ何も期待しようか。
ランクインコンの推し席楽しすぎた、わかる、超楽しかったよね。なんかそういう達成したものとかの推し席はすごい嬉しいですよね。いや普通のもう嬉しいけど、普通のコンサートだったら自分の推しじゃないファンの方のところにも行きたいってなるし、うん、まあどっちもいいけどね。推し席あったらさ、ところは迷う、レイナでしょ、違う、小木の卒業委員会が何か対策すると思います。推し席すごい、席の配置も山田政治席ないね、ないですね、多分もちろんノイピー席一択。いや推し席制度は嫌だな、でも嬉しいけどね、だってね会場一周したいもん、前回みたいに走りたいんだもん、全部行きたい、前回のドキメッセのコンサートみたいに全部走って回りたい、パーってピューパーパーパーって戻って行きたいから、めっちゃ走って、めっちゃ走ってよあれ、とにかくみんなに前回のやつノイビアバレすぎて写真全部わかる、楽しかった、大丈夫だよ、名古屋の時以降増えてる、何が、なんか増えてるあ、私の近くかな、あれか、こっちかこっち側だ、 こう行ってこう帰ってきたから、こっちだけ行けなかったですね。そのマスク、性能めっちゃ、めっちゃいいよ、これ、ね。ちょっとね、大きいんだけど、それがなんか息しやすくていい。近く来なかったよ、前だから。まあ確かに、前の方はあんまりいてないですね。後ろの方に行ったから。ファン。ファンが増えてるから大丈夫だよって。コンサートって写真撮影できるね、どうだろうね、あれもなんか結構特別みたいな感じで、でもだんだん毎回増えてきたって感じだったから、今回はどうなんだろうか、マスクが大きいんじゃなくて内ピの顔が小さいでしょ、確かにね、まあ、ノイビー顔ちっちゃいって言われるけどさ、首も太いんだよね、下手こいたー、でででん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 で、ほえほえ、ノイビーに会いたいです、嬉しい、アンコールタイムでどうだろうね、おでこかわいい、嬉しい、トゥルントゥルンです、今日メンバーにもめっちゃおでこ綺麗って言った、でも私さ顔がさなんか下に集まってるから顔がちっちゃく見えるだけなんですよね、実際そんなちっちゃくないんだけど下に集まってるからこうやって前髪下ろしたら隠れるから顔が小さく見えるっていう、からくでも、あ、でも、あ、でも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 、あ、そんなの関係ねえ、ウィーウィー
韓国女性の平均サイズの中型マスク、これですか。そうらしいです。いただき物。おでこ広いメンバーといえば、うん、7個じゃないかな。いやでも7個意外と広くないな。私かマシとか。キュンです。ポケットからキュンです。ヤヒもなかなか。ヤヒはねめっちゃね綺麗ですよ。おでこ丸くて。私かな。そうです。あなたです。そらさんなら分かんないです。やめて、マネージャーさんの話するの。マネージャーさんなんで。総取りイベント、山田さん出演するんです。まだ分かんないです。んだけどもだけど。忙しい職場からこんにちは、さよなら、ありがとう、ね、大好き。こんにちはとさよならとありがとう以外でもなんか伝えられるなんかあるかなって言った。 大好き。こんばんは。こんばんは。だけどもだけど、だけどもだけど。もう一回言って。うわ。こんばんは。こんばんは。ありがとう。初見さん嬉しいです。今月末新潟行きますので、山ここ公園通して願ってください。はい、まあ、そろそろか登録願いたいと思います。ノエピの出演する山田のここ空いてますよ公園当選祈願。どうですか。明後日申し込みよろしくお願いします。公園来てね、みんな公園来てね。だけどもっけど、いつかっていつですか。いつかっていつですか。いつかっていつですか。だけどもだっけど行きたい。カモンカモン。当たらなくても苦手です。お、すごい。ロビカンとか今やってないんですもんね。たぶん。Come on, baby, 新潟。続きの歌詞もよろしくお願いします。今日撮影あったのに、せっかく。髪はボサボサ。なんか、アメリカのドラマっぽい演技しよう。はあ、今日は撮影だったのに髪はボサボサ。私ならどういうことなの。メイクもしてないじゃない。Hey baby、 どうこの髪型。私前髪上げてんの。おでこ広いなんて思わない。うるさいわ。どうどう。
割とうまい、やったうまいでしょうまいでしょうまいでしょこれうまいねんだけどもっけーレレ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 レはいってなんでジョーでしょ上手でしょ私って本当に想像してたよりも私才能があるみたいキャッ土日のどちらかに公演があれば申し込みたいですじゃあ次土日に公演があったら申し込んで見に来てください。あんだけどまっけーやぜーこんばんは、しょけんさんありがとうございます。コンサートの日物販あるかわかんないよ。私わかんないんです、本当に。エクシークロフォルブブちゃん。物販あればいいな。どうなんだろうね。道避けるためにないとか。でもまあまず有観客かどうかもわかんないからね。マジで。ガチでガチでガチで。ガチガチガチ。ガチガチやで。ガチガチやで。物販なさそうね。どうなんだろうね。最近また増えてきてるし、もうこれ以上みんな長引かせたくないもんね、本当に。マジで長引かせたくないよね。そんなことあるよね。アンニョン、クレオパテラ。ねえさん、ゲソチェイ。グッズでアクスタ出してし、アクスタね、オギは出してますよね、卒業コンサートの方。あれいいよね、一人一人の一緒のアクスタなんて。あ、じゃないよ、昔からのアクスタなんて。でオギって本当にすごいからね。総選挙4位ですよ。世界選抜総選挙で4位ですよ、彼女。ガチやばいでしょ。マジで。4位だよ。4位。前に3人しかいないんだよ、彼女。もう本当にビビるよね。4位そりゃあさ、まあそうだよね。ガチすごい。4位いや私も91位ってすごいありがたい順位だよ。もう普通にすごいでしょ91位。でもさ4位だよ。ガチでね、4位なの。すごない？すごいっしょ、うちの荻野。マジマジすごいっしょ、うちの荻野。ビビるっしょ、みんな。そこであの人1位だよ。1位。速報1位。
に誰もいねえんだよ。すげえよな、マジですごいよ。それはもうそうだよね。私もでも91ってすごいですよね。本当に91もマジすごいよね。だって300人以上いるんだよ、このティートグループのメンバーさん。それで前に90人ですか、すごっ。なんで私こんな干されてんのマジでみんな本当にごめんね。疲れ90人、やばいね、やばいねこれ、これやばいねこれ、これさパワーラだよね。世界総選挙すごいな、ガチすごいな。そうだよ、すごい、ありがとうございます。ガチすごい。これさ、パーだよね、パーになってないけどね。でもひどいよね、いいよね。なかなか新潟行けないけど、コンサートと今度の公演は必ず行きます。はい、ありがとうございます。なんか目がさ、すごい、あ、なんかすごい泣いてるみたいになっちゃうんだけど、全然泣いてないんだけどさ、このなんか目がすごいなんかテカってるように見えない？ほら、コンサート有観客だったらいいね。ねえ、それがいいな。一回でもいいから新潟行けない病院して、ぜひお待ちしております。今回の生写真のサンプルメインだって。確かに、あ、みんなメインになれる。このグループ余裕でときめすでやってる。確かに、まあでもそっか、そうだよね。固まった？なんでだろう。熱持ってんのかな。運営さんもさ、ほらお客さん入れないとさ、ほらあれがさ大変や。何？大丈夫だよ。あ、大丈夫だった。よかった。何が大変なの？大丈夫ですよ。ね、優しいねこれ。これみんな優しいねこれ。あ
ありがとうございます。マンモス、マンモス、ここしか知らない。マンモスっていう曲があるんですけど、これしか知らないっていう。マンモス、マンモスってここしか知らない芸人。マンモス、ああ、魂よ、よみがえれ、みたいな。ちょっと、わかんないですね、私にも。マンモス、ね、久しぶり見たことがある。いつもはね、もっと違うんですけど、今日は撮影終わりでね、前髪が上がっちゃってるんです。だからなんか流してるみたいになってるけど、本当は流してないんです。本当は流してない。イエーイ。みんなさ、最近アイス食べてる？最近な、誰かさ、最近のアイス事情みたいな話してくんない？もうアイスについていけないんだよね、最近マジで。アイスの世界についていけない。ナナ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 、やばいよこれね。もうね、私経験したことあるんだけどね、情報についていけなくなるとね、ファンじゃなくなっちゃうんですよ。意味わかるかな。私も経験したことあるけど、自分の推しメンとかのね、情報についていけなくなるとファンじゃなくなっちゃうんですよ。だから私は今アイスに対して情報についていけてないから、好きじゃなくなっちゃう可能性あるね。これこれあるよ。ゴディバ食べてます。レイナが好きなね、丸ごとバターアイスなのが再販されてたから食べた。え、どうでした？美味しい？やめなさい、その適当に芸人メドレーすんの。すごい、何も考えないで言うんじゃった、やばい。ブルーシールズとか勤務先にあるから食べて。沖縄やん。サーティワンのバナナ&ストロベリーとファミマのフローズンヨーグルト食べました。サーティワンはストロベリーチーズケーキしか勝たん。冷蔵庫にハーゲンダッツとピノ入ってる。ちなみにハーゲンダッツは、最近私が好きなのはあの6個セットみたいなの。最近っていうかめっちゃ前に、友達に買ってったんですよ。そう、友達の家にお邪魔するってなって、それでうわこれ絶対食べたいって思ったのが6個セットのやつに、なんかね、チョコトリュフみたいな、なんかそういうのと、ストロベリーなんとかっていうのと、抹茶オレオみたいなのがあった。それ絶対食べたいの。私最近食べたいのはそれです。それあ、ついて消えるのか、ついて消せるのかな。これは家族はチョコモナカジャンボが好きだから冷凍庫に用意されて。お、チョコモナカジャンボ。バターってちょっと癖ある濃いバニラって感じだった。あ、そうなんだ。食べれるバターみたいなね。私はその感想です。いいかな。サティアはラブポーション好きです。ラブポーションはあんま食べないかな。そう、ミニサイズ、そう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 。結局ホビーにハーゲンダッツがちょうどいい気がする。私がご褒美だったら、あ、チーズケーキかな。ベイクドチーズケーキ大好き。マーガリンかじってるみたい。あ、そうなんだ。丸ごとバターアイスみたいな。ピノキャラメル美味しい。そうなの？今出てる？絶対美味しいやん。ピノってね、うまいんですよ。
かね、ピノは意外と本格的なの。だから私ね、昔なんだっけな、なんかいちごかな、なんか入ってる時も食べたんだけど、中のアイスがいちごかなんか、めっちゃ美味しいのよピノって。ピノって美味しいんですよね、意外と本格的なのよ。ピノのアーモンドめっちゃすごい、わかる、うまいよなあれなピノの限定ってほとんど見ない、田舎だから。いやピノってね割とね限定アピールしないタイプなんですよね。もう商品で勝負してるんですよ、限定アピとかしないんですよ。だからね多分見たことあると思う。韓国はサティワンのアイスの名前が違うから難しい。確かにね、サティワン、なんか韓国ってそのボックスにアイスをなんか12種類だとか20何種類とかめっちゃ詰めて、それをみんなでつついて食べるみたいなのがあるんですね。それめっちゃ憧れてる、手抜いてないよね。そうなのよ、あのねピノのね中のアイスはね手抜かないんですよ。私時々めっちゃこれ食べたいってなるのがあの板チョコアイス。私ねチョコはあんまり好きじゃないの、そのバリバリ食べる系の、だからあんまり好きじゃないんですけど、でも食べたくなっなんのよあの食感って。これわかるかな、ローソンオリジナルのソフトもなんかこれ、あそうなんだ、まあ食べたいな。この前ローソンにピノのキャラメル味売ってました。うわ美味しそう、板チョコアイスうまい、いやうまい、食感だよねあれは、ほんと食感は大事だよね。でもほんとあピノの甘おうイチゴ激うま、そうなの、最高やん。ご褒美はいつか行き、撮影が終わってからですかね。サーティワンのアイスケーキ食べたことあるの？もちろん、あ私がまだスタッフさんに愛されてた愛されてた時にあの誕生日の時に31のケーキを買ってきてくださりました。一番好きなスーパーカップのクッキーバニラが定番から外れた、ちなみにえあれ定番から外れたんですか。もうオレオなんて入ってるアイスなんて全部うまいのにね、定番から外す必要ないよね、絶対うまいなのに。ピノなら神奈川県限定でマスカットが、あいいね、そういうのあるといいですね。新潟もなんかないかな、新潟だとねせんべい、いやちょっと待って、ちょっとセンスない、お米味とか絶対おいしいよ。最近豆腐ハマってるんですよね。ダンディのホワイトクランチチョコレートが一番好き。何それ？うまひょう。あーあるね、新幹線乗り場とかにさコシヒカリアイスあるよね。あれ食べたことある人？あ中のコシヒカリ美味しいですよね。なんかすんごいちっちゃいけど食べれる、美味しい美味しい美味しい。いちごラルクチェ、ルレクチェかな、仕事してくる、いってらっしゃい、頑張っていこう、えい、声出していこう、えい、お仕事一緒に頑張っていこう。明日はちなみに、ちなみに明日は9時から10時で配信します。9時10時で配信します。朝ごはん食べてメイクして、明日
たいなって思うから、いやもうちょっと早くにしようかな、8時半から配信します。で朝ごはんも食べてメイクもしてレディーゴーって感じにしたいので、土曜日じゃないですか、だからちょっと朝大変だと思うんですけど、ぜひ会いに来てくださいということで、やばいやばい、ちょっとメール送ります、危な、マジ危ない、あと2分、危ない危ない、やべやべやべ、自撮りしようこれ、早く早く早く、オッケー、何書こうかな、じゃあ今日食べたもの書こう、食べたもの、あやばい、やべやべやべ、なんだっけ、あとあったあったあった食べたもん、いやギリギリ大丈夫かな、危なー危なー何時に投稿したのちょっと見てみます、いや11時過ぎてたらねワンちゃん送られないことあるよ、昨日もね11時2分に送ったら送られなかったっていうワンちゃんあるんだよなこれ、23時00秒24、24にメール送っちゃった、24ぐらいなら許してくれるかな、祈るか、あのエピのメールが届きますように11時00秒でも負けてくれますように、頼む、よし、これで多分メールも行くんじゃないでしょうか、ということで明日は8時半からお待ちしてます、朝早いんですけど遊びにぜひぜひ遊びに来てくださいということで、また明日お会いしましょう、3、2、1、3、みんな見に来てくれてありがとう、またね、おやすみありがとうね、バイバーイ、3、2、1、3